あとはオイル交換をしましたので、このチェーンケースを外してチェーンの清掃ですね、掃除、この金属ブラシ使って、このブレーキパーツクリーナーとかですね、このチェーンクリーナー、これを使って掃除します。じゃあこれちょっとやりますか。今のチェーンの汚れ具合ですね、いくらかこうほこりとかくっついてますけど、チェーンのたるみですね、チェーンのたるみもあります。チェーンは、まあ、まだ1回も4万キロ走って交換してないんです新しいチェーンを買ってあるんですけど、まだ結構これいい感じで走れてるので、まだ使ってます。
掃除終わりましたね。大雑把にですけど、こんな感じですね。これ油が塗ってありませんから、このヤマハさんのチェーンルブを塗って、あとはこのチェーンの針の調整ですね。チェーンの調整やってからチェーンルブを塗った方がいいかどっちかっていうのはありますけど、チェーン調整するときこれくっついちゃいますから、油が先に塗っちゃいます。でこれやるとこういうふうに手入れしてると3000キロはいい感じで持ちますよね。オイル交換ごとにこうチェーンの掃除してるんですけど、大体いい感じで超えてます。チェーンの調整ですね。
1234。そうですからね、これの4の8くらい。1234、4の8くらいですね。これで締めちゃいます。
本当はトラック電池を買って調整してもいいんですけど、こういうところ力加減は慣れてるとだいたいカクンって入るんで、これは分かりますね。ちょっと硬いかなこれ。自分的にはギアがうまくチェンジできれば、硬くチェンジペダルが硬くなければ大丈夫ですね。感じに入りますよ。よこれはあとは蓋閉めですね。蓋閉め。こっちから取りますか。
一連の作業終了です。くれんのかな、これ奥さんのザ・スーパーカー高価買い取ります。これ買ってくれんのかな、本当に買ってほしいな。これこのホイールはあれなんですよね、買ってから少ししか走ってなくて車の調子が悪くなっちゃったんで、これは盗まれる可能性がありません。ホイールはタイヤとセットで、タイヤは後ろだけですけど5万ですね。タイヤ新しいんですよ、これ後ろ全然溝があって減ってないんですよ。タイヤの年数はありますけどね、タイヤの年数が書いてあるんで12年3月製ですね。タイヤは使ってないんですけど、それ以降サビになっちゃいました。納期状態になってる。本当にこれ買ってくれるのかな、こんな車。これ動くと思ってるんじゃないですか、まさか。これ動くと思ってるんですよ。不動車なんです。不動車買ってほしいな。これ高価買取、買取10万なんですけど引き取り料20万取られて、結局10万円出費っていうあれもありますよね。わからないですけど、とりあえず終わりです。